はい、皆さんこんにちは。ダイタラです。超回転寿司ストライカー。今日は続きからです。どこからか覚えてますか？もう最終章です、多分。いや、ワンチャン最終回だよね。さあ、四天王1、四天王2倒して、今日は四天王3からですね。3は、なんだろう。赤い寿司禁止のやつかな、多分。だよね。光の衣。一定時間サーモンやマグロを含む、積み皿からのダメージを受けなくなる赤い皿は全て無効にするっていう恐ろしいやつです。まあ、ぶっちゃけこれ気にしなくていいと思います。いや、わかんねえんだって赤い皿がどうかって。だから、もうノリで繋いでいって、で、ダメだったらごめんなさいで行こうぜ。そういう作戦で行きましょう。ダメだよね。多分今食ったよね、赤い皿。いや、わかるのはやっぱ避けた方がいいか。ね、マグロはダメなんだよ。だから確実に。あ、マグロ食っちゃった。これ多分、マグロ。あ、ダメージ通ってるよ。通ってんじゃん、ダメージ。なんでダメなの？あ、違う、一定時間か。なんだ、そんなん、雑魚やん。光の頃も一定時間、ね、赤い皿は効かなくなるってやつなんですけど、一定時間でしたら全くもって問題なしこちゃんでございます。ねえ、くら。全然わからへん、皿が。わからん、全然わからへんけど、なんかノリでいける。乗りできる乗りできる乗りできる。すげえ、乗りってすげえ。さあ、100連皿つなげて、さあ、バイバイシュートもう打てるんですけど、打ちづらい、打ちづらい。ねえ、打ってよかったな、今のは、バイバイシュート。打たな負けんくね？ねえ。打たな負けるんじゃねこれ、普通に。ねえ。やべ、光の衣もされた。あ、やべ、なんか皿なくなったんだけど、なんで？は？お前、それふざけんなよ。負けた、これは。あ、やべ、四天王やばいよ、こいつ。ぶっ壊れてるやろ。漆黒からもダメだって、それ。ちょ、待って、ずるい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 。いろいろずるい、それ。いや、これもう、バイバイシュート食らわさんの負けや。あ、勝った、あぶんな。バイバイシュート様々やん、これ。すっげえギリギリ勝ったわ。いやー、強かった。はい、というわけで見事勝ちました。あぶねー。さて、四天王、3までやっつけて4です。4は一体誰だろうね。おすすめレベルが同じなんでね。あ、待って、ワニ王、ね、カマ王、プラ王、全部合体してる。詰め合わせだ、四天王。ねえ、お前一番強いやろ、これ、四天王。やっぱさすが、ここで親衛隊は三将軍を超える人材がいたってことだよね。恐ろしいとこだ。いや、でも、うん。コンビネーション的に考えると寿司神スキルの、ねえ、そこまで強くないと思うので、ねえ、普通に倒しちゃいたいと思います。まあ、勝てるでしょ、普通に。よし。青い皿。青い皿、白い砂浜。いや、海でも何でもないですよね、これ。よし、じゃあバキュームしちゃおっかなー。腹減ったー、もうバキュームない。もう金の皿やん、これ。金の皿全然ない。わさび、わさび、わさびやめて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 、わさびやめせび。あー、カレー、わさびきついなり。わさび好きってみんなすごいね。みんな、皆さん好きですか、わさび。僕は苦手です。13皿で、ちょっとこれバイバイシュートいきまーす。バイバイシュートいきまーす。100連皿しちゃった。で、くらえーくらえー、オッケー。最強四天王撃破させてもらった。まあ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 、もう寿司ストライカーとして一流を超えてしまった男ダイダラですのでね、この辺りの敵ではもう話にならんというやつでしょうが、全然勝てます。さて、もう多分次がラストでございます。来た。皇帝の間。でもね、気になるのがさ、まだなんか奥ちょっとありそう。玉座がありそう。大丈夫、これで終わりだよね。行くぞ。さあ、入るか。アニメーションもありそう。皇帝だよな。もはやこれまででございます。出た。無駄な抵抗などせず、パパ。おとなしく降伏すべきです。かっこいい声。寿司ライカー武蔵と共に新たな時代を築きましょう。どうしたんだ。お寿司が食べたいの？は？陛下、私の話をお聞き入れください。帰っておいで、ゴーライ。ゴーライ、帰ってこいって。え？なんで？使いこなせなかったようだね。
皇帝陛下。何？お腹すいた。ここに皇帝陛下。パパやられた、もしかして。先に来て。ジュービーやられちゃった？やけに静かじゃん。ああ！父ちゃん。ああ、もうボロボロだった。父ちゃん。お前が皇帝だな。これで強いんや、もしかして。父ちゃんに何をした？やめろ、武蔵。無駄だ。もう誰の言葉も届かない。倒すしかねえか。父さん。お前の寿司は俺の寿司。それが父さんの口癖。お前の寿司は俺の寿司。お前の寿司はジャイアンだ、こいつ。そう言って父さんは僕の寿司を片っ端から食べちゃった。悪いやつやな。何をブツブツ言ってるんだ。降参しろ。僕の大好きなサーモンまで。サーモン食べちゃった。あら、聞いてるのか。怒っていいよ。仕方ねえ。感謝たしよう。ありがとう、寿司。だから僕は考えた。僕も誰かから奪えばいいんだってね。消えた。何？武蔵、気をつけろ。皇帝陛下は世界中の寿司を自らの胃袋に入れようとしている。デブなるで。おなしの欲望に完全に支配されている。説得は不可能。その力はもはや人間ではない。なんやって。いただきます。あ、無理。出た。うわー、ゴーライのスキル変わってる。お前の寿司は俺の好き寿司。一定時間敵レーンで寿司をつなげる。うわー、ちょっとこっちのレーンにまで侵食してくんの。クソうぜえじゃんそれ。まあ一定時間ってところだからね。でクリステンとクマテン、なかなかえぐいですねこれ。バイバイシュート透明ライカー、ちょっとやばい。バイバイシュート食らったら死んじゃうかもね。え、すべてを食らい尽くすもの。皇帝だ。みんな食べちゃおう。行くぜ。いや、これはまずいな。もう使ってきたあいつ。いや別にどうでもいいけどさ、食べていいです、好きなだけ。20皿以上つなげやったで、あいつ。勘弁してくれ。よし、まあでも俺もね、そんな程度じゃ負けないので。よし。オッケー。あ、ちょっと待って。いい寿司。銀の皿。よしよし。オッケー。黒い皿つなげられん。マイウェイしとけよかった。何してんだ俺。もったいねえ。高い皿なったね。いやガンガンつなげろ。ガンガンつなげて。いや、100連皿打てる。透明ライカーはやめて。いっちゃんいらないやつ捨てとこ。よし。寿司は俺の寿司。やめろ、変な寿司食うな。もう見てよこの皿。やべ、死ぬ。生きてる、まだ生きてる。まだバイバイシュート溜まった向こう。いや、もう違うこの皿。お祭り食らえ。終わった。よっしゃー、大勝利。やられる前にやって尽くせ。どうして？寿司は僕のもの、君の寿司も僕のもののはず。ねえ、寿司は誰かのものじゃねえ、みんなのものだ。その通りや。寿司は一人で食ってもつまんねえだろ。一人で寿司屋行っても美味しくねえだろ。そういうことだぞ。なあ、一緒に寿司食おうぜ。いや、回転寿司でさ、自分が取った皿他の人に食われたら切れそうなるやん。やっぱあった先が。そういうことやぞっていうな。ここでのまあ玉座まだ続く。マジ？何が起こるの？皇帝陛下。やったか。いや、それフラグや。進化すんの？皇帝。どうして僕には食べさせてくれないの？いや、で勝手に食ったらええやん。親子なのに。父親やばいやつやん。何？流れてきたで、なんか。これサーモン？お前の寿司は俺の寿司。父さん？お前の寿司は俺の寿司。全部食う。お前の寿司は俺の寿司。父さん席交換して。父さん席交換して。寿司に対する切なる思い、満たされなかった家族への愛、その二つが混ざり合い、巨大なエネルギーが暴走している。なんだよその感情。うわあ、なんかお、まがまが目がやばい。全部食べてやる。顔壊す。いただきまーす。戦うのこの子と。うわ、くばっくろなったで。で、向こう伝説のトロサーモン食べてる。
やばいな、分取りシールド。一定時間敵がシュートを引きしてきた皿を自分のものにする。そしてソウルシュートですね、これは。えぐいな、これやばいぞ、マジで。勝てるかな？勝つんだよ、行くぜ！やばかったら、黒帯外すね。バーサスコーデクラド。絶対勝つぞー！行くぜ、勝負だ！来たぜ、寿司パワー！なんか、BCM がほのかにオープニングになってる。ね。おいしい。寿司ストライカーはね、オープニングの曲とてもいいので、YouTube では流すことはできないんですけど、ぜひともね、検索して聴いてみてくださいね。いい曲ですので、すごく。さて、で、俺は寿司を食うぞ。寿司を食うぞ。マイウェイグイ行くぜ！青い皿はダメ。赤い皿もダメ。よし、黒い皿。オッケーオッケーオッケー。ねえ。いやいやいや。黒い皿20皿は激アツ。ここで100連いこう。寿司はうわ、お前うぜえな、俺の寿司やられた。あ、でもよし、まだまだ分取りシールドの準備してる向こう。ちょ、やばいな、それは。さあ、黒い皿で、おーし、繋がれ、繋がれ、ソウルシュート分取りシールド。さあ、分取り来た。あ、やばい、これ分取りやばい、分取りやばい、これは大丈夫、分取り終わってる。よし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 。さあ、次、バイバイシュート打ちたい。どうしよう、マイウェイ。やべえ、これちょっといっちゃんだ、でかいやつ撃っちゃう。死んだ、そもそも最悪だ。今回はね、普通に負けたね。くっそ、諦めてはいかん。全部僕の寿司だ。行くぜ。よし、さあとりあえず行きましょうね。今回ね、ちょっと普通に連敗しまくったので、黒帯外させていただきました。コーテグラード、めちゃめちゃ強いこいつ。ソウルシュートみたいなやつがね、うまく噛み合うとね、何もできなくなる、こっちが。ね、マイウェイグイ、そこが恐ろしいよね、ほんと。さあ、黒い皿を、全然ねえじゃん、黒い皿。よし、銀の皿がいっぱいある、今回。赤い皿もいっぱいある、うまい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 。もうない。さあ、100連皿、オッケー。打つ100連皿、打とうか、とりあえず。で、100連皿で、とりあえずバイバイシュートも打っちゃおう、一回。よし。さあ、とりあえず体力、あと、向こう9000。ねえ。全然皿がねえ。ちょ、待って待って待って。やめてくれ、俺のお祭り状態の皿を奪うのなし。待って待って待って、皿が全然ない、皿がない。向こうがこれで分取りしてくれるでしょ。あぶね。分取りされる前に、とりあえず。で、全部撃っときました、弾を。さあ、今回、ちょっと待って、待って、待って、寿司が、寿司寿司というか、俺の心が乱れてる。よし。さあ、100連皿で、とりあえず、うわー、プレミした。くっそ、心マジ乱れてる、今。ねえ、いい感じに、皿が積み上がんねえ。バイオシュート行こう。おっしゃ、勝ったー！あぶねえ！なぜ君は笑って寿司を食べるんだってね。みんなで笑って美味しく食べる、それが俺の考える寿司だ。あー、かっこいい。寿司ってのはな、みんなで感謝して食べんだよな。寿司に感謝をな。寿司と出会ってきた今までの人たち、寿司に関わった人たちに感謝を込めて食う、それが寿司やぞな。そうした方がうめえからな、みんな寿司は。文句ぶたれて食うよりは。あ、燃えとる。俺の勝ちだ。父ちゃん、パパ、元気なっとるけど。僕の寿司が。もう大丈夫じゃ。誰かから寿司を奪わねば食べられぬ。そんな世界は終わったのじゃ。みんな平等に食うんだよ。からはみんなで仲良く食べようぜ。ほら。みんなで仲良く。ああ、そうだ。泣きそう。これ最後で、え、え、ああ、粗末にすんだ、お前。お前、正義の味方ぶりやがって。君だって僕と同じさ。いつか寿司への欲望に取りつかれる時が来るだろう。そうなったら今のままじゃいられなくなる。何？この世界、愛する家族すべてを破壊し尽くしてでも寿司を食べたいと望むはずだ。いや、寿司神頼めばええやん。おい、どこ行ったん？めぐるめぐるよ、いいな。どうしたん急に。それっぽいこと言って、バイバイ。どこ行ったんあいつ。
え、呆然としてるやん。何あいつ。遠い遠い寿司の世界へ旅立ってしまったか。無念だ。陛下の心は最後まで少なかった。そうやな、変わらん。悪いやつ変わらんねえ。やっぱ何やっても変わらんねえ心。こうして全ての寿司ゲートは武蔵によって解放された。人々は誰でも寿司の恩恵を受けることができるようになったのである。これから俺が王様でいいかなあ。毎月寿司100貫ね、税金として納めよ。さて武蔵よ。え、寿司ライカーとしてのお前にいよいよこのことを話す時が来たようじゃ。何何、急に近づいてきて。やめて、アップなってきた。どんどんアップやめて。近寄りすぎ。近い近い。かつて寿司は、え、海を泳ぐ魚と呼ばれる生き物から作られていた。なんだって。しかし人々が海を汚したため。魚？魚は、なんだそれ。絶滅。魚たちは寿司神として転生し、へえ、あ、全部魚、熊、え、熊で馬でサボテン、あれあれわからんで、え、魚？その恵みを寿司として提供していたのじゃ。なるほどな。我ら寿司神はお前たちの食への感謝で生きている儚い存在。そのことを忘れないでおくのじゃぞ。ありがとうの気持ちやな。ありがとう。うん。寿司をたくさん食べられるようになっても感謝の心を忘れないようにするよ。そうやぞ。魚があってこそ寿司が食えんだからな。いつまで経っても俺たちは、なんで電撃コントラ切れとんねん。ここでタイミングよく切れんだよ。タイミングよくコントラ切れんだよ。びっくりしたわ今俺。はい、ということで皆様お視聴いただきましてありがとうございました。超回転寿司ストライカーでした。いやー、なんというかどうでしたか。面白かったですね。なんだかんだ言ってなんかみんな、なんかなんだかんだ言って皇帝陛下以外は丸く収まったっていう感じじゃない。で、ゴーライとかどうなんだろうね。え、で、皇帝陛下がさ、俺気になるのはさ、なんだろう、行ったじゃん、あそこに、別な、めぐるめぐる、なんたらめぐるとか言ってさ。あれって、要は、武蔵の母親もいたところってことね。よう分からん、その、別の世界ってことなのかな。だとしたら、なんかがあったら帰ってくるかもってことだから、いつか帰ってくるのかもしれないね。さて、このゲーム超回転寿司ストライカーはとりあえずね、エンディングストーリーはこれで終わったわけですけど、いかがでしたか。なんかね、まあ任天堂が出したゲームなんですけど、一応なんかやっぱ一風変わったゲームって感じで挑戦してるなっていうのが改めて感じましたね。ただやっぱね、多少レビューみたいな形で言わせていただくと、少しね、やっぱ同じようなステージが続いたりとか、ゲームのね、戦闘システムがね、何度も同じバトルが続いたりというのであった、もうちょっとね、テンポ良くしたらもっとおもろかったのかなと思います。うん。まあ、でもね、おおむねおもろかったなと思います。うん。すごく。よかったよね。寿司バトルもなんだかんだ言って。いや、俺は面白かったよ。で、最初の頃はね、やっぱ、全然寿司つなげなくて、うわ、これめっちゃむずいわ。全然ね、コンボとか決まんねえし、20皿とか無理でしょみたいな感じだったんだけど、だんだんね、やっぱ、分かってくるよね。3つレーンがあって、上、真ん中、上、真ん中、上、真ん中とかさ、なんかつなげ方にも、だんだんテクニックが出てきて、で、一風単純に見える、この寿司のね、つなげて投げるだけっていうんだけど、戦略性みたいなものとか、敵のスキルに合わせて、技打ったりとか、いや、そういった部分のはね、なんかすごい、やってて面白かったです。ね。いや、多分オンライン対戦も一応あるんですけど、ちょっと僕はちょっとオンライン対戦はそこまでやるつもりないんですけど、ね、多分ガチ勢たちが恐ろしい戦いしてるんじゃないかと思います。いやー、でも良かったな、本当。でもアニメーションがね、がっつりがっつりね、あるゲームやるの久しぶりだったのでね、そういった意味でも新鮮で良かったと思います。で、結局チャラ男の存在はわからないまま、そして小次郎はタラコ唇のまま村へ帰って、なんか最後ちょっとアニメーションちょろっと出てきてたけど、で、結局どうなったんやろな、あいつ村帰っていじめられてないんやろかね。いや、突っかかってくんのか武蔵に。で、また負けたーってやってることあるかもしれん。ね、まあそんな感じでしょうかね。
さて、エンディングなんですけど、この辺で、飛ばさせていただきたいと思います。楽しかったです。さて、会社がインディーズゼロと任天堂によるゲームでした。ありがとうございました。おもろかったです。さて、これが母親いるゲート？母ちゃん。違うか。やっぱ皇帝陛下と違うとこや。でも、いつかまた。せやな。会える日が来るって信じてる。寿司への感謝の心を忘れない限り、寿司は永遠なんだから。哲学。武蔵は母と再会できることを夢見ながら、仲間たちと一緒に今日も笑顔で寿司を食べるのだった。でも父親が帰ってきたから、ほんとよかったよな。なあ、武蔵。もうお前もう、ねえ、嫁さんもおるやろ、今。ゆりかちゃんも。幸せに生きてくれよ。みんなも寿司食おうな。超回転寿司ストライカー。はい、ということで、超回転寿司ストライカーは、とりあえず今回で最終回という形で終わらせていただきたいと思います。ちょっとおまけ要素はね、軽くおまけ動画として出すかもしれませんので、そのあたりをよろしくお願いします。ね、皆さんもね、この動画見たら、寿司食べたくなった人は、ガンガン寿司食べに行って、ありがとう、寿司って言いながらね、食べましょう。絶対、お前の寿司は俺のものって言って食っちゃダメだぞ、みんな。ではでは、またいろんな動画をやってますので、見てください。チャンネル登録されてない方、チャンネル登録、あと高評価や、グッドね、グッドしたりとか、通知オンにしたり、見ていただけたら嬉しいです。また会いましょう。じゃの。